はい、皆さんご機嫌いかがでしょうか。どうもバズーカです。さあ、今はね、外ね、台風21号、まあ今こちらの方が接近してて、接近してないか、もう接近してるなで、外もね、ちょっと風が強くてね、うん、で、雨は降ってないけども、まあ今そういう状況となっております。はい、今日はね、〇〇系 YouTuber っていうのがね、結構なんか増えてて、増えてるっていうか、まあいろいろな YouTube があるよね。うん、まあ例えば、まあお料理系 YouTuber、 ゲーム実況者の、まあ、ゲーム系 YouTuber、 これこれをやってみた系の YouTuber とか、まあディスる YouTuber だとかね、まあ結構いろいろあるんだけども、まあいろいろ見ていこうかと思います。さあ、まず出始めにね、まあなんだろうね、 YouTuber にもさ、なんかいろいろあるからね。まあ例えば、まあ自分でアニメを作って、まあアニメを配信する YouTuber だとか、まあ風景画とは言わないな、風景画っていうのかな、まあ風景だけを撮って、でそれを上げる YouTuber だとか、まああとはまあ旅人系 YouTuber、 まあほんといろいろあるよね。でもその YouTuber でも、まあいろいろそこから枝分かれしてて、まあ例えばゲーム実況者でも、ゲームだけではなく、なんかレトロ系ゲーム系の YouTuber だとか、まあ、オンラインに結んで、でそこからなんていうの、他人の方に攻撃する YouTuber、 まあ危険な声だけどもね、うん、そういう人もいるし、その一つ一つの YouTuber でも、まあジャンルの違うね YouTuber でも、そっからまあいろいろ枝分かれしてるっていうね、いろいろな YouTuber がいます。まああとはまああれもあるね、小説系の YouTuber、 うん、まあ下からなんか流れていくやつね、うん、そういう YouTuber もいて、それにもやっぱ枝分かれしてて、まあなんだろうね、まあでも多いのが、彼氏と彼女が付き合って、まあこういう風に別れましただとか、まああと結婚したけどもこういう風に別れましたみたいなとか、あとまあ嫁姑問題だとか、うん、いろいろ、まあこっちの方を中心にね、小説の YouTuber がありますと。だとテレビ番組系 YouTuber だとかね、うん、まあそういうのもいろいろあるよね。そして音楽系 YouTuber、 歌う YouTuber、 何々を歌ってみたみたいな、うん、そういう系もいろいろあります。で、あとはまあ世界のまあ不思議っていうのかな、うん、不思議の方を上げていく YouTuber だとか、うん、っていうか本当にね、キリがないね、ここまでいくと。うん、料理系 YouTuber でも結構いろいろあるんだよね。というわけで今回はホワイトボードを使います。うん、まあちょっと見えなかったらね、本当申し訳ない。あら、ちょっと蓋が立てる方がいいかな。まあ例えば料理系 YouTuber ね、これ料理系 YouTuber でもね、まあ俺が考えられるのは、まあ創作料理だよね。まず創作、まあちょっと字汚かったらごめんね。うん、創作系、まあ料理 YouTuber、 一つの料理に、まあ一つの素材に、まあ特化した、まあ料理 YouTuber、 まあこれも一応創作料理になるね。うん、まあこれだな、ちょっと字汚くてごめんね。まあ一つの材料を中心的に使った YouTuber、 うん、例えばじゃがいもだったらじゃがいもだけを使った創作アレンジだとかね、うん、こういうのもあるし、あとはまあ実験的にやってみたやつね。まあ例えば俺が前にやった、うん、マシュマロを使って何々してみたみたいな、まあそういうのもあるよね。まあこういう、これだな。まあ甘い系だとか辛い系、酸っぱい系、まあこれの方は例えば甘い系だとなるとアイスクリームとか、まあそっちのデザートだけを中心とした、まあ料理創作っていうのかな、うん、そういうのもいろいろあるよね。うん、
まあもう料理系の YouTuber だとしても結構計り知れないからね。であとまだまだ他にあって、であとはまあ弁当系、まあもう弁当だけしか出さない、まあ、YouTuber とかね、うん、そういうのも結構いろいろあるんだよね。まあゲーム系 YouTuber、 ここに見えた、ゲーム系 YouTuber だとしたら、まあまずはもう俺もやってんだけど、これはあれゲーム実況、ちょっと字汚いけどゲーム実況で、まだ他にもゲームプレイのみ、うん、実況は何もなしっていう YouTuber だとかね。あとはまあバグ裏技、まあこれの方は例えばみんながよく見るバイオハザード4を、うん、あるまあもうボスキャラだけにしか出ないキャラしか出ないバイオハザード4とかね、うん、まあこういうのもいろいろあると。であとはまあチート機能を使って、でプレイヤーを最強にして、それで何時間でクリアできるかっていうのもあります。うん、ゲーム実況者っていうのはないけど、デトロ系ゲームしか出さない人っていうのもあるよね。出さない人って言ったら変だな、紹介する人って言った方がいいかな。うん、そういうのもあります。でもほとんどデトロ系の方はまあ声ではなくもう文章で説明する、まあそういうタイプの YouTuber、うん、もあります。これはねまあなかなかないとは思うんだけど、まあゲーム漫才もしくは芸人っていうのもありますよね。うん、まあ前にね、なんか俺もこれちょっと YouTuber で見たんだけども、昔ねある漫才師、まあ芸人かな、モンスターハンター2セカンドかもしくはサードだったと思うんだけども、それを使って漫才をしてた芸人っていうのもいたよね。であとはまあみんなも知ってる、まあ、ゲーム芸人っていうのも、まあ、結構います。うん、確か YouTuber でもあんだけ名前忘れたんだよね。うん、これの方はちょっと忘れた。うん、こういうのもあります。であとはまあ有名なところではゲームセンター CX か、うん、それもあります。うん、でもあれは YouTuber ではないけどね、うん、あれはテレビ番組で、わざわざテレビからなんていうの、 YouTube にアップしただけなんだけどね、あれはYouTuber ではありません。あとはまああるとしたらこれジャンル系か、ジャンル系、まあ例えば今ちょっと多いのが FPS、 あれやの行動だっけ、ちょっと忘れた、それだけしかアップしない人とか、あとはまあなんだっけ、GTA かグランドセフトオートのシリーズかな、うん、それのねやっぱりゲームプレイをアップしてる人だとかで、あとはまあこれも結構人気あるね、スーパーマリオメーカー、これも人気あるから、これだけを特化したゲーム実況者っていうのかな、そういう YouTuber もいます。うん、まああとそれと特化して丸々をやってみた。でもこうやって見るとね、ほんといろいろいるよねまあまださらにね、多分いるとは思うけどね、こういうゲーム系 YouTuber で、まあ、こういう枝分かれして、またまた他にも多分あると思うんだよね、うん、これは計り知れない。あとこれ旅系 YouTuber、 これもあるよね。うん、まあなんていうのかな、まあその国内で旅してきたところをまあ動画として出すか、もしくは海外で行って、でそれで撮ってきたものを YouTube に出すとか、まあそういう系統だよね。うん、これの方は国内か国外に分かれると思う。はい、こんな感じ、国内か国外に分かれます。でもこういうものは別にGoogle マップで見ればいいんじゃねとは思うけども、ただね Google マップでもね見れないところもあるんだよね。うん、多分そういうところでから来てもいいとは思うけど、前にも多分前にっていうかもう最近か、うん、まあ国外で、まあ、確か北朝鮮を
取ったらダメって言われたところを取っちゃって、でそれで捕まったっていうのもあるからね。うん、国外の場合はかなり危険まあそういうのもあるからね、国外の場合は。国内の方ではやっぱり取ったらダメっていうのもあるけども、その範囲が全く広くないから、っていうかむしろほとんど一部、まあ多分 10% 日本国内の多分 100% のうち多分 10% か 20% ぐらいじゃない、多分取ったらダメっていうところは。うん、まあ会社の中身だとかね、うん、あとは自衛隊の基地だとか、うん、多分そういうところだと思うよ、日本国内だと。あとそうだ、あれ軍用中もそうだよね、アメリカ軍の、うん、あそこの方も多分そうだとは思う。うん、それは国内に限られるとは思うけどね。うん、こっからになると、この旅系 YouTuber になると、こっからちょっとちょこっとね枝分かれしちゃう。うん、別に旅だけの YouTuber だけではなく、もし街の中で事故とか事件が起こったらってなっちゃうと、こっからね別の、なんていうの、別の動画として上げることも可能。例えば、まあ、交通事故事件、まあ、これは国外でも一応見られるはするから、ちょっとこれも同じくっていう風に分かれます。うん、でこっからでも、まあこれでもさ、まあ交通事故だったら交通事故系の YouTuber だとか、まあ事件系だったら事件系だけの YouTuber、 まあこれあんまりねえとは思うけどね。うん、そういうのに枝分かれします。うん、であとはまあ旅系 YouTuber になると、まあちょっとこっちの話はちょっと置いといてね。うん、国内国外になると、まあ例えば国内の方はあれじゃない、名産品、名産地名産品な名産品だとかね、まあ例えば博多だったら博多明太か明太子だとかね、でそして沖縄だったら、まあ、チンスコ、まあ、他にもなんかいろいろな料理が見れるとかね。うん、であとガラス工房もそうか。うん、であとはまあ上とかに行くと、まあ札幌ラーメンだとか、うん、いろいろあるよね。まあそれを映すっていうのもいいんじゃないかなとは思う。であとはまあ風景だね。うん、風景、沖縄だったら別にあれじゃん、海とかが結構絵になるじゃない。でその他にも東京とかに行っちゃうと夜景だとかね、うん、夜景の様子をずっと映す YouTuber だとかね、うん、まあそういうのもあるということです。まああとはまあ神社寺系を映すっていう YouTuber だとかね、うん、あとはまあ電車か、まあ駅だとか、まあ電車、まあそれをそれだけ映す YouTuber もいれば、まあ駅、廃駅、廃村駅、違うな、なんていうんだあれ、もう使わなくなった駅って言った方がいいのかな。うん、それだけをアップする YouTuber だとかね、うん、まあこういうのも結構います。結構じゃねえな、まあこういう YouTuber もいるとは思う、多分なうん、まあでも旅系の YouTuber だったら、まあこういうところができますよって感じになります。まあそれにしかり国外も多分一緒だと思う。うん、使わなくなったまあ駅だとか、まああとは風景だとかね、うん、まあいろいろ、うん、こういう風に枝分かれすると思います。うん、旅先の YouTuber だと、旅系の YouTuber だったらね。うん、はい、いかがでしたでしょうか。まあ今回はね、ちょっと今回の動画はちょっと結構長くて、まあ30分ぐらいかかりました。なので今回は前半と後半に分けて、まあ今回はやっていこうと思います。まあ今回はこれで終わりですが、まあ次はね、またね、ゲームの実況を挟んでまたお送りしたいなと思っておりますので、まあこうご期待ください。であとね、今日は9月5日、まあ昨日台風21号が来て、でそれでその翌日に今撮っております。まあちょっとこの結果なんですけども、なんだろうね、まあ今関西空港で、結構取り残されてる状態
まあ復帰するかもわからない状態のところで何もできない状態となっております。まあこの台風21号でまあ災害に見舞われた方、まあ謹んでお見舞い申し上げます。で、あとね、なんかこれで11人亡くなったとかなんとか言ってたらしいんだけども、なんかちょんちょんしたなんかなんていうのニュースっていうのがなんか出てないんだよね。なんかどっかで違って聞いたけど、あれ別のニュースなのかな、ちょっとわかんないんだけどね。うん、でもなんか年々ね、なんか台風が強くなってきている。まあもしくはただこれがたまたまだったのかもしれないけどもね。うん、まあそういうこともあり、まあ今は結構天気がいいです。まあ台風過ぎ去ったからね。ではですね、今度は後半にてお会いしましょう。ではみんなグッバイ。